伊豆山温泉伊豆山温泉の位置伊豆山温泉は、静岡県熱海市に存在する温泉。伊豆山の上社周辺に流出する温泉で、熱海ビーチライン、国道135号沿いの海岸線に7軒の旅館、ホテルが存在する。洞窟の中から源泉が流出する、走り湯が温泉街の名物である。走り湯は、古くは7000毎分900リットルの流出量を誇り、 源泉の温度は約70度であったとされる。だが、乱屈により、現在は毎分180リットルにまで湧出量が低下しているという。温度については、近隣の噴火で上昇することもあるという。伊豆山温泉は塩化物泉であり、硫酸カルシウムやマグネシウムを多く含み、外傷のほか、腫れ物や水虫などの皮膚病に効能があるとされる。現在は、 塩分が高くなり、胃腸や神経痛、リウマチなどにも効能があるとされる。ただし走り湯の源泉は現在枯渇していて、観光用に別の源泉を引頭しているとも言われる。共同浴場は1軒存在する。かつては2軒存在したが、道路拡張工事のために取り壊された。走り湯伊豆山温泉の走り湯は、 養老年間に発見されたとされるが、後日のように炎のオズヌが発見したとする伝承もある。走り湯の湧き出る山は、そう湯山と呼ばれ、現在の伊豆山となった。699年に伊豆大島に流された炎のオズヌは、時々島を抜け出してあちこち徘徊するなどしている。うちに、伊豆山の走り湯から五色の湯煙が立ち上るのを発見し、 走り湯の付近に草案を結び、修行をするようになったとされる。伝承では、この修行を始めたとき、無垢霊れと大悲浸水、木浴在滅、六根清浄という金色の文字が、湯の上に浮かんだとされる。縁の行者の発見により、走り湯は知名度が高くなり、伊豆山に、修験者が集まるようになったとされる。なお、修験者たちは当初、 日がね山を中心に修行を行ったが、水の瓶が悪いため、ふもと付近に移って修行を行うようになり、現在の七尾の元宮跡が修行の中心となった時もあったとされる。その後、現在の伊豆山の神社がある場所が修行の中心となり、伊豆山を天に昇るめでたい竜に見立て、日がね山から岩戸山までを胴体、伊豆山権現の場所は、目。 現在の浜町内にある下水を、花、走り湯の湧き出る洞窟を、口として、富士山にまで通じる巨大な竜の体が存在すると考える信仰が生まれたとされる。伊豆山温泉は、源の頼朝が、現氏最高の祈願を、伊豆山の神社に行い、後に、鎌倉幕府を開いて以降、伊豆山の神社の社勢が強くなるとともに、著名な温泉地としての地位を確立した。 三大将軍の源のサネ友は、伊豆山や走りを歌った歌を残しており、などがある。天正十八年、豊臣秀吉の小田原聖伐により、伊豆山は焼かれて荒廃し、温泉の設備も草吹きの狩小屋に過ぎないものとなった。その後、江戸時代になると、徳川家康の当治場として熱海が保護されたため、伊豆山温泉は、その繁栄を熱海温泉に譲ったとされるが、 依然として大名や歌人が伊豆山の神社の参詣のついでに走り湯に入浴するということも多かった。江戸城の造営の際は伊豆山から大石を船で搬送したが工事中に怪我をした多くの人が走り湯に入浴したところ効能が非常に高かったという。また、江戸時代は一般の人が走り湯に直接入るのは難しく、旗子の中の湯や ほとんど波打ち材に近いところでしか入れなかったと言われる。だが、走り湯の人気は高く、東北地方など遠方から港という団体が伊豆山権現に参詣に来て、旗子で入浴するということが多かった。なお、当時の人々には入浴時に常実の無暮れ状大非浸水木浴材滅六根性状を唱えるという習わしがあったとされ、地元の人々の間にも、 その習わしが昭和20年頃まで残っていたという。明治以後も橋湯の人気は続いたが、関東大震災の時、湯出が止まった時があったという。その際、地元の人々が源泉を鉄棒で着いたところ、湯出が再開されたが、その時に地中から大きな音が上がったため、驚いた人々が一斉に逃げ出したという。第二次世界大戦後は一時、馬が入浴する。 馬の湯もあったという。2021年、令和3年7月3日の熱海市の土砂災害により、一部の旅館、ホテルで、断水や温泉危機器故障等の影響を受けた。そのため、一部の旅館、ホテルでは、臨時休業をしている。JR 熱海駅より、東海バスで約5分。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV。 日本三大古戦、走りはレコレ、ありがとうございます。